オーストラ勇者、今回は、っていうか、台風のせいでオーラの髪型が乱れてしまった。あかんだよ。というわけで、今回はこのドクターペッパー紹介していくわ。ちょいちょい飲んでるんだけど、ちょっとお食事のお供だと味がよくわかんないからな。普通に飲むと、どんなことになるのか、何味なのか、検証していくわ。さ、それじゃあ飲んでみろ。ドクターペッパー。ドクペの音。お、匂い的にはくんか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 、なんかあれだよね、スティックのりの匂いがするよね。スティックのり、いやスティック、なるほどね。エッチちゃん。エッチちゃん。もうちょっと飲んでみようか。いやー、なんというか、割と炭酸は強めというか、どうでしょう。どうでしょう。もうちょっと飲んでみるかの。困ったにゃー。なんかバーコードバトラーで戦いたくなるにゃー。クオリティがいまいちだにゃー。こいつはすげえぜ。俺でも倒せるかどうか微妙なところだぜ。もう一回行こう。俺はお前の兄弟だ。クオリティカメハメハ。あ、もうひどいよ。どうなってんだいよ。飲んでみよう。そろそろ炭酸がきつくなってきた頃だ。一気に飲むもんじゃないな。ちなみに味はフルーツチップ、おう落ち着くんだ。味はタコス。あ、なるほどね。ここを見てくれ。タンパク質脂質0g。食塩相当量 0.02g。もう書かなくていいんじゃないかな。そんなことはないか。コカ・コーラカスタマーケティング。マーケティング。なるほどね。ほう。六本木の 6-2-31。もう逃げれないぞ。もう逃げれないぞ。国産。国産。なるほどね。なるほどね。そうだよ。20って書いてあるから、ね、多分20周年なんだよ。20周年はめでたいの。メディカルマッサージ。ああ、なんか落ちたね。よいしょ。あのね、罰ゲームに使っちゃいけないと思うんだよね。認めたくないものだな。未だに
ある意味どこでも買えるこのドクターペッパーというやつを。というわけでちゃうだ。どういうわけなんだ。俺が聞きてえよー。